ステージでございますよ。これだけね、多くの武将の方々にお集まりいただいたということで、あることをやっていきたいと思います。それではスタッフの皆さん、よろしくお願いいたします。ちょっと準備がございますので、皆様、今ですね、スタッフが白の紙とペンをお配りいたします。さあ、コラボステーション、コラボレーションステージならではのとある企画をご用意いたしました。さあ、いいですか、皆さん、ね、白い紙をですね、お持ちいただいたと思います。そして今ペンをお配りください仲良くしてくださいね、皆さん、いいですか。さあ、ケイジさんはですね、白い部分に書いていただければ結構。ケイジさんはなんかちょっと特別ということでね、あの紙が足りなかったので、まあ、名古屋は名古屋はいいだろうと思ってね、そういうことになりましたけど。さあ、というわけでですね、今からですね、皆様にあるものを書いていただきたいんです。まずはこちらをお聞きください。ポカーンとしていらっしゃるかもしれませんけど、何を言ってるかさっぱりわからなかったけど、そうですよね、戦国時代は確かにありませんでした。ああ、このですね、平成の時代というのはですね、絵描き歌というのがあるんです。今はですね、もう皆さんわかりますよね、コックさんの歌です。まあ、小さい頃皆さんもね、聞いたことあるんではないでしょうか。それをですね、戦国武将たちならではちょっと書いていただきたいのでございますけども、もう一度ね、じゃあ字幕も出ますので、その字幕を一度見ながらですね、皆さんで一応復習してみたいと思います。では映像と音楽お願いします。いいです、自分が思い浮かべたものを書いていただければ結構。思い浮かべたものでいい。さあ、ではもう一度皆さん、もう一度こちらにお戻りください。さあ、会場の皆様にはですね、今から正解を流しながら実際のコックさんがどんなものなのかをですね、映したいと思いますので、歌と一緒にね、どの画面が作られていきますので、そちらにご注目ください。なんとなくルールはご理解いただけましたか、皆さん。いいですね、要は歌の通りに絵を描けばいいんです。ごちゃごちゃ言わずにやればいいんです。なるべく面白く書いてくださいということです。アップルをあげるでないて、よろしくお願いいたします。皆さんならできると思います。さあ、それでは映像がよろしいでしょうか。それでは皆様、ペンと紙の準備をよろしく。見ちゃダメなんです。えそうだっ、字幕見ちゃかんの。それでは見ていただいても結構でございます。見んとわからんよ。そうですよね、いや、字幕がまた出ますので、そちらを見ていただいて書いてください。それでは音楽と映像をお願いいたします。さあ、今皆様が書いてくださっています。
ださっています。中にはね、何を書いていらっしゃるんだという方もいらっしゃるんです。できた。できましたか。さあ、いいですね。じゃあちょっと私にあのポトッと見せていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。結構皆さんね、あ、いろんなね、コックさんが、あ、はい、それよくわかんないですね。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、それもなんかよくわかんない。あ、斬新ですね。はい、ありがとうございます。さあ、はい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 、はい、皆様ですね、おのおののコックさんを書いていただきました。戦国時代にもね、コックさんはいらっしゃったのでしょうか。ではね、正解 VTR を一度見ていただきたいと思います。本当のコックさんはこちらでございます。さあ、では皆様も一度画面にご注目ください。そう、まずここにあるんです。さあ、ではですね、あ、こういう風になってるんですね。では、我ことは、これは自信あるぞという方、どうぞ一歩前の方に進むください。あ、それでは、では、こういうのは一番最初に来た方がいいんです。そうですね、はい、じゃあ参ります。私が書いた国はこちらでございます。じゃじゃん。さあ、カメラにですね、今ね、映りますのでね。結構似てる。あ、うまいですよね。うまいよね。うん、なんか違う。あ、これ横に持ってるのがあれですね、フライパンの主やりですね、私が。主やりを持ってる。あと、ここ、成田家の家紋の導きのマークが書いてあるんです。ちゃんとね、成田家の家紋の入ってる成田家の奥さんでございます。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか。大きな拍手をお願いいたします。どうだ、成田家のみんな。聞いてないわ。誰も聞いてないですね。はいよ。ありがとうございます。では、続いて、自信あるよ。お、はい、ケイジ様、ここで行きますか。これ、早めに言っとかんと恥ずかしいことになる。そうですか。はい、あの、いや、いけると思いますよ。では、刑事様が書いてくださったコックさんはこちらでございます。これだ。はいはい、うん、大体予想ついたわ、この反応。刑事の何ですか、それは。これ何ですかね。あ、いや、アヒルじゃろ、だって。アヒルもありましたね。カエルじゃないよ、アヒルじゃろ。はい、口ぺったり張り付いてますよね。まあ、やや受けということですね。だからこの段階出しとかんと。そうですね、まだまだ、あの、でもね、飛び道具的なものがですね、この辺りなのかな。はい、ありがとうございます。刑事様でございました。大きな拍手を。意外にね、なんか皆さんスラスラとかけてるもんですね。じゃあ続いて我こそという方。では間違いこう。あ、それではお願いいたします。先に言っておくか、つまらん答えの期待するよ。いえ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 、どうぞ。ではお見てください。初めて聞きましたか。それでもこれがね、さっきの正解とほぼ似てると思うんですけども、素晴らしいですよね、皆さん。さすがでございました。一番似てるね。これは似てますよね。ありがとうございます。さあ、皆さん徐々に顔色が曇ってまいりました。行ってきますか、そろそろ。では、卑怯のおじさんお願いいたします。あ、すいません、すいません、失礼いたします。じゃないよ。マムシだよ。マムシだよ。これはちなみに、あなたの、あの、あれですか、岐阜の。わかりました。ね、はい、じゃあお帰りください。すいません。もうあの方来るともう場が壊れるんだもん。ありがとうございました。ね、どこさんさんなのかな。はい。じゃあ続いて行かれる方。では、よろしくお願いいたします。自信はありますか。ありません。そうですよね、これであるって言ったら困りますね。斬新なコックさんが出来上がりました。では、愛知県国技館を見てください。これは、ちなみにどういったテーマで書かれたと言いますか。あの、絵描き歌をそのまま再現したそのまま
支えていただいて、はい、このような絵になったのでございます。皆様いかがですか？豆3つ。かわいい。ありがとうございます。ね、満足でございます。ね、大事ひいき目に見ていただきましたけども、まあまあまあでございますよ。いいですか、皆さん、おのおのの絵を覚えていてくださいね。さあ、では続きまして、行かれる方。あ、では、総理行かれます。わしさっきから手上げとるのに、いや早めに言っときたいの。いや、大丈夫です。この方は取ってください。くそ。さあ、では統領が書いた候補さんはこちらでございます。そうですね、場所は大体その平安の頃のシェフと呼ばれてます平安にもシェフがいらっしゃったんですね。なかなかいいものを作りますよ。いいものを作りますよ。あまり広がらなそうなんですね。そうですね、この辺りでお聞き取りいただきまして、どうもどうもありがとうございます。ありがとうございました。いやでも素晴らしいですね。まだ出は出されてないのは、いやどうぞ、りょうさんもありがとうございます。はい、これがですか？そうです。あ、そうですか。ちょっとじゃあ、はい、じゃあ両方お目にかけたいと思います。お願いします。はい、棒が一本あった土佐。あ、そういうことね。これも冒頭からちょっと土佐びいきな内容になっちゃいましたけれども、もうそこだけ狙ってきましたね。棒が一本あった土佐ですよ。土佐ですよ、皆様。これがね、来年のね、今の観光キャンペーンのね、 PR キャラクターになってるかもしれません。そうです、そうです。ヤトロウさんかな。あ、ヤトロウさんっぽいね。いや、うまいですね。でもね、全然我々が描いていたのと違いますけども、ある意味上手でございます。ありがとうございます。さあ、というわけでご披露いただきたいですね。まだでございます。ではまだですよ。よろしくお願いします。先行こう、行った方がいいでございます。ああ、そうか。じゃあ先に、はい、はい、ではお願いいたします。あ、ゆいなにございます。あ、すごい。ではちょっと前の方にお越しくださいませ。それではですね、はい、ご披露いただいてよろしいでしょうか。はい、ようございます。はい、お願いいたします。私が書いたのはこちらにございます。上手ですよね。すごい、なんかね、忠実に書いてあります。ポップさんの父上、やはり父上お料理なさいまするゆえに、はい、まあ、アヒルじゃないし、カエルじゃないし、父上でもないコックさんのよくわからないやつができたやつにございます。素晴らしいですね、はい、謎のやつが。いやでもね、素晴らしいと、ヒゲもちゃんと生やしてらっしゃるんですね。雨がザーザーって書いてありまして、あ、これはヒゲじゃな思って、ちょっとな、さっき三英前じゃなくてがっかりした皆様もいらっしゃったと思いますので、ちょっとでも父上をこう見せようと。あの、みんな拝んでください。ありがとうございます。明日会いますね。明日参ります。リーダー待っててくださいませ。ありがとうございます。大きな拍手を。さあ、ではまだあとお二人でございますね。3人ですね。では先にちょっと、はい、ああ、それじゃないです。ではよろしくお願いいたします。はい、これです。皆さんの反応がいまいちになっておりますけども、これこれ、はい、コックさんです。こちらこれはさすがに情けないなと思って、人を見て書きました。どの見て書いたんですか？ちなみに誰の見て書いたんですか？このお手本を見て書いたのがこれですか？なんか普通のサザエさんみたいなおばさん出てきました。サザエさんに申し訳ないですけども、失礼いたしました。ですね、早々に仙台にお帰りください。ありがとうございます。さあ、というわけでね、あとはどうしましょうね。そちら自信があるんですか？先ほどから、ね、全然ないよ。自信満々の顔してる。おばさんに見れたのがね、なんかいろいろ変わったり、一番最初に行きたかったのもう早めに履きたかった。言い訳しないの。はい、ではよろしくお願いします。ちょっと似てないですか？こんな感じですか？私こんな感じですか？いや、何書いてるんですか？ホックさんを書いてくださいって言ったじゃないですか。ほら、こうなる。こうなりますよ。
こうなる。いつ料理してもこんな感じになりますよ。そうじゃん。はい、はい、さあ、いまいち盛り上がらないままここまで来てしまいました。最後にね、大鳥がいらっしゃいます。はい、お待たせいたしました。田中影、まあ、はい、どうするんや。申し訳ございません。大丈夫か、いけるか。参ります。はい、マジか。どうぞ前の方に進んでください。さあ、いよいよ絵描き歌対決の最後でございます。あ、わしら親子の合作じゃ。合作でございますか。はかり紙と切れ物じゃ。それでは、お願いいたします。よっ嘘でしょ。すいませぬ。ここは一つ一発芸に許してくださいくだりませんか。いや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 、そのここにの1年秋広島組高影作と書いてある。書いてあります。まあこんな空気になっちゃいます。一発芸を参ります。すいません、一発芸してもよろしいですか。拍手ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ではやらさせていただきます。もう会場を無理やり盛り上げていただくある方をお呼びしてました。お願いいたします。あれ、この曲はやっぱりさっき清正様。さあ皆様、少しステージを終わってください。ありがとうございます。おそらくですね、さあ帰っといてと言われております。出落ち感半端ないやないかこれ。いや、ここはですね、本当に派手物に頼ろうとした我々スタッフの意見。どうだん様、すっごいもう怪我すっごいの、すごいです。さあ皆様、今までの15分は記憶から消していただきましてですね、明日の天下一決定戦、新たな気持ちでね、皆様に頑張っていただきたいと思います。もう一度書いていただいた部長の方々に大きな拍手をお願いいたします。ありがとう。さあ、それでは絵をね、今回収いたしております。さあ、特にオチも見つからないまま清正様、道壇様に来ていただいたのですが、いまいち盛り上がらずということでございましたけども、また明日コラボレーションステージは行われますので、ぜひそちらをお楽しみいただければと思っております。さあ、この後はですね、武将隊の皆さんで作られた総踊りというものがあるそうでございますので、少し私はバトンタッチしたいと思います。では教えてくださるのはこの方でございます。はいはいはい、名古屋おもてなし武将隊新合隊、東馬さんでございます。出てきた時のがっかり感、ちょっとやめてください。何か光が出てきたというがっかり感がございましたけども、はい、拙者の名前、大人舞うと書いて東馬でございます。そうです。僭越ながら拙者が皆様に指南をしてまいりたいと思います。はい、そうですね。では、今日ね、いろんな部署の方々いらしてますから、まずお呼びいたしましょうか。はい、では本日お集まりの部署の皆様、どうぞステージ上にお集まりください。成田くん、あ、起きてる。皆様お集まりいただけたでしょうか。さあ、トーマさん、はい、このね、武将隊の総踊りというものは、はい、あれどういったものなのでしょうか。まあ、こちらはですね、はい、前回武将隊決定戦を行うにあたりまして、はい、我々は大きな戦として捉えておりますが、はい、皆様にはですね、一つの大きなお祭りとして捉えていただきたい部分もございまして、はい、お祭りといえばやはり踊りにて、みんなで盛り上がってまいろうということで、一体感を満たすために総踊りというものを作ってまいりました。はい、はい、ありがとうございます。ステージ上皆様、武将がうじゃうじゃしてます。さあ、たくさんいらっしゃいます。えらいことになっておりますけども、あとはですね、なかなかね、下にね、降りること
もなかなか難しいと思うんですけども、はい、あの総踊りですからみんなで踊りたいんですね。あのちなみに昨日セントラにいらした方いらっしゃいますか。ね、ではね、その方々はもう総踊りを体験してらっしゃると思うんですけども、初めての方もね当然多いと思いますので、トーマさんにですね一からレクチャーしていただきまして、皆様で総踊りを踊っていきたいと思います。さあ、それではですね、まず早速ご指南に入っていただきたいと思いますが、まず皆様に踊っていただきたいのはですね、サビの部分にございます。サビの部分を今から皆様に教えてまいりますので、はい、武将も武将様も皆様よろしくお願いいたします。さあ、ではですね、まず皆様両手を上に上げてくださいませ。そしてまず最初はですね、左右左と押しの真似をしてください。押しが鏡になっておりまして、皆様と同じように左左右左右左パン右左右パン大丈夫ですかね。ここまではもう一度参りましょうかね。両手を上げて参りますよ。左右左パン右左右パン、あ、完璧にございます。そして続きましてもう一つね、この後にですね、左手、右手、クローズ、はい、というものございます。大丈夫ですか、皆様もよろしいですかね。じゃあ参りますよ。もう一度ゆっくりで参りましょう。左手から参りますよ。左手、右手、クローズ、はい、あ、完璧にございます。素晴らしい。こちらをね、2つつなげますとサビの部分になりますので、一度つなげてね、皆様で練習してまいりたいと思いまして、では皆様これぐらいのテンポで参りたいと思いますので、よろしいですかね。ゆっくりめでいきますよ。3、2、1、はい、左右左パン右左右パン左右クローズ、はい、もう一度左右左パン右左右パン左右クローズ、はい、あー、完璧にございます。すごいですね。じゃあその部分を踏まえてですね、実際に曲でやらせていただいてよろしいですか。じゃあ他の部分はですね、皆さんも見ていただいて手拍子なり一緒に盛り上がっていきましょう。皆さん準備はよろしいですか。さあ、それでは武将隊の総踊りお願いします。さあ、まずは皆様手拍子から。さあ、旅参りますよ。はい、2人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 、
ません、すいません。ね、岐阜のスナックになってしまいましたね。さあ皆様ですね、今からですね、せっかくこれだけ大勢の部長の方々にお越しいただきましたので、写真撮影を行いたいと思います。では部長の皆様ですね、一度ステージの方にお上がりいただきまして、前の方は座ってください。腰掛けていただいて、なるべく皆様の顔が見えるようにですね、お願いいたします。さあではですね、本日は非常にお客様多いので、3カ所に分けてね、皆様写真撮影を行っていきたいと思います。いいですか。では部長の皆様、まずはですね、こちら側、お客様向かって左手側の皆様、こちらの方に目線いただけますか。前の方々はなるべくしゃがんでいただきましてですね、後ろの方も見えるように。さあセントラリーですね、これだけ多くの戦国部長の方々、そして姫様、平安の御からもね、蘇ってこうやって皆様にお会いに来てくれました。こちらに目線をお願いいたします。さあいいですね、今皆様が写真を撮られておられます。さあでは撮ってますね。では5秒前からいきますよ。5、4、3。今ね、左の方向でいいですよ。ずっと皆さん向かって右手ですね、武将様から右手側。3、2、1。はい、ありがとうございます。では続いてですね、皆様真ん中の方を向いてください。真ん中の方を向いてください。ではいいですか、真ん中の皆様、シャッターチャンスでございます。それではスタートでございます。どうぞどうぞ。さあ今ですね、日本全国から集まった皆様がこうやってステージ上に集まって写真撮影を行われております。いいですか、今真ん中の皆様、シャッターチャンスでございます。撮れてますか皆様。いいですか、後ろの方も撮れてますか。カメラね、目いっぱい伸ばしていただいてありがとうございます。さあでは5秒前からいきましょう。5、4、3、2、1。ありがとうございます。それでは最後ですね、向かって皆様から左手側ですね。さあ皆様、目線をお願いいたします。スピーカーはですね、なるべくそのままでですね、顔を横に出していただきます。よろしくお願いいたします。さあ皆様撮れていますか。5秒前からいきたいと思います。5、4、3、2、1。ありがとうございます。さあ皆様、素敵な写真が撮れたでしょうか。いいですか、この展開地決定戦、明日までね、このセントラリーでもセントラリー部長祭りとして行われますので、ぜひぜひツイッターとかですね、いろんなところで拡散していただいてですね、この展開地盛り上がってるよということをですね、全国の皆様、世界の皆様に広めていただきたいと思っております。さあそろそろですね、お時間も限られてまいりました。最後はですね、やはり勝ち時で締めたいと思います。どなたにお願いしようかな。あ、でここはですね、2連覇していらっしゃる名古屋おもてなし部長隊の皆様、どなたか仕切っていただいて勝ち時上げていただいてよろしいでしょうか。いや、じゃあ金色の人、すみません、よろしくお願いします。ありがとう、松。さあ、では皆の衆、右の拳を掲げよう。ではよいか、この度始まった天下一決定戦縁、ここに集まりし全ての武将隊と、また全ての家臣団の明るい未来を願って勝ち時じゃ。それセントラに足を運びいただきまして誠にありがとうございます。またこのセントラ部長祭りはですね、明日も開催
開されます。そして明日いよいよ天下一の予選が明徳ホールで行われるわけでございます。皆様ぜひこちらも楽しみにしていてください。ありがとうございます。さあ微妙なステップでノリノリの方々がいらっしゃいますね。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。また明日も行われます。明日はですねもう天下一の予選の目の前ですから、各隊またすごい熱いものを持ってですねこのセントレアに集まってくださることだと思います。皆様明日も来てくれるかな。絶対だよ、絶対来てね。これでまた来なかったら私泣きますからって言ってるですよね。また明日はですねまた変わったラインナップの皆様が来ると思います。あれ今日来てないなと思った方々も明日はセントレアから名鉄ホールに行くわけですから、皆さんおそらく集まられると思いますので、せっかくですから皆さんお越しください。さあ駆け足でやってまいりました、セントレア出陣祭り2日目、なんとか無事に終わりました。楽しかったですか皆さん。よかったね。本当ねこれだけの多くの人がね武将隊がね集まることなかなかないですから、これをですねまたセントレアでね引き続き行っていきたいと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ皆様また明日のためになんかね横断幕作るなりね、いろいろ準備もあるんでしょ皆さんもね。で武装の、ね、方々も大変ですけど、皆さんももっと大変だと思います。で僕も明日大変なんです。セントレアでやってそのままメイテッドホール向かいますから、あの声を枯らさないように最後まで全身全霊応援していきたいと思います。司会務めていきたいと思います。また明日もどうぞよろしくお願いいたします。本日司会を務めましたのは市川とめでございます。皆さんどうぞありがとうございました。ありがとうございました。もうありがとうございます。あのお忘れ物がないように、どうありがとうございます。優しいね、いつまで経ってもね。ありがとうございます。本当にね明日も頑張ります。